はい、どうもタイガです。続きですね、幕張フェスのソロの予選、やっていきます。次1600チャレンジですね。いやマジで眠い、今日眠すぎて眠い。やっていきましょうか。キメラトレンド変わらずね、調子いいんで、レンチャンでいきます。眠いぞ。2時間か3時間ぐらいマルチやってました今で終わって次ソロやろうとしてるっていうね。まあ2、30分やったら寝ようかな。受験心理だ、強いんですよね。何弾こうかな。キメラやられちゃうんで、あ、小玉でパクりたいですね。あとマタンゴがやっぱ有効なんで、これでいいですね。足もいるし、ゾネスの第一切りも狙えるし、まあ、火力高いところはなんとか対応してあげて。剣士めっちゃ出してますね。これはもう取らせましょう。で第三にこのタイミングで置いてあげる。ああ取られるか。めっちゃキャラ切ったわ。よし、あ、でかい、その第一切りマジで。奪った奥が強え。あ、それもったいない、マジ死んじゃう。ほらも猫。まあ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 いいんじゃないですかね。全然ちょっと上からカーブさせて小玉で取り手削りましょうか。で奪って取っていく。これもトレント腐るんでトレントでやらせましょう。うん、トレントでやれましたね。そしたらほら切ってこいよ獣剣士って感じで、まああとは流しましょうか。もうあのキメラやられたらやられたでいいっす。やりきったけど OK。この人強火長かった気がするんだよな。相手大型天狗か、裏天狗かな。あ、美味しい。1500ぐらいですかね。でこれで1600は超えたんですけど、まあ、裏天狗かな。まあ、キメラをどのタイミングできるかですね。まあ、獣剣士をやっぱ取っとかれたんで、まあ、リーダーで、まあ、火力も高く天狗を出して、それにキメラ合わせて銃剣士でバコッと投げられて、まあね、キメラがやられるってのがやっぱあり得る話なので、まあ、キメラから切らないようにしてトレントから行って、まあ、ゲームメイクしてって感じですね。それでやれるといいけど、まあ、でも今の強火見て分かるように相手もうまいんで、まあ、どうかな。うまくできるといいですけどね。これキャラ数ちょっと足りないですね。こっちも獣剣士引いた。まあ行くかとりあえず。ただ魔導系はね、獣剣士にやられるんすよね。そこだけちょっと注意しなきゃいけないんすよね。獣剣士こっちも引いてるからまだいいかなって言ってゴーしましたけど、チビドラとチビクロ、まあ、間違っても魔導を前線で使ったりとかしてね、絶対獣剣士にやられるんでキャラ数を無駄にしないこと。あーマジか。取られましたね。まあオーク、ん？タマさんかこれ。
重なってない、ミスった。うん、これがきついっすね、マジで。まあコスト丁寧に使っていきましょう。まあ、オークがいるんで、まあ、オークってタゲ取られたりとかすると本当にめんどくさいんで、そこをどう見てあげられるか。ドロー狙いましょうか。もうこれ攻めらんないんで、間違いなく攻めらんないです。上限種も使えない、取っとく。で、自分のこの魔導がもし死ぬことがあるならばカバーしてあげる。取れんでいきましょう。ここ死にますね、魔導。オッケー。この時間ならまだ悪くはないと思うんですけど、抑えた。取りましたね。まあでもこれ相手コスト多分余ってるから俺負けんすよね。うん、まあでも負けたけど、まあ、天狗なのが分かったのと、相手強ピー多いんで再戦返しましょうか。まあまあ別にこっち強ピー奪ってるわけじゃないんで、再戦もし、あ、まあ受けてもらいましたけど、まあ受けてもらなかったら受けてもらなかったで。え、でもタマさんなわけねえな。タマさんフレンドだもんな。相手フレンドじゃなかったもんな今。誰だろう。じゃあ中堅視点か。大型はねもう固定してるんで選べないんで、この大型でどうやるかで、対中堅視に有効な札とかも考えなきゃいけないですよね。マタンゴは有効なんですけど、キャラッス、ダメだ。もう一回。あ、悪くない。進撃しかいないですけど、火力あるし、ゾネスキン引いてるし、マタンゴいるんで、重剣士見れるし、まあ見れるって言っても毒入れるだけなんで、コスト負けはするんですけど、まあでも全然いいでしょう。毒入れたら、あとは小玉で取ってあげてもいいし、いや、ミスった。牙はきついな。牙流しされる可能性を考えて、ちょっと早めに、攻めに行きましょうか。そういうのはね、聞いてないんすわ。なるほど。天狗でしょ、これ多分。うん、まあ、相手もねこれ騎馬兵いるんでね。カニパクりたいな。オッケー、ナイス。あー、パクんねえか、それ。それパクれたらマジ神ゲーだったんだけどな。きついな、これ。悪くない。チャンスある。オッケー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 。あとはまだ
相手諦めてないと思うんで。オッケーオッケー。うん、オッケーオッケー。危ない危ない、間に合った。やばかったな。てか鳥でやられたな完全に。まああると取らないんだけどさ、もう足もいないし、守りきれてよかった。よし、とりあえず1600乗ったってことで、まあ続いていきましょうか。1607。ちょっとなんか重いな。大丈夫かな。あ、俺今 Wi-Fi つけてる気がする。携帯の、やばい、やらかしたか。ちょっと落ちたら動画自体が途切れるけど一応投稿するか。途中で落ちてますって言って。あ、この人さっきマルチ当たったな。クイーンビーアビアちょっと怖いな。個人的に正直やりたくない。中型で倒せないんだよね。かといってキメラ切っても多分中型重ねられたら倒されるんで、そこをどうするか。まあ引っ張っトレントで削って前線で中型重ねるとかはありだと思うけど、行くか。スライムで抑えながらトレントで倒す。もし流せるならば流しドラゴンライダーで焼く。あとは小玉で奪う小玉だのにはもう小玉で奪ってくれれば勝てる。まあ、しゃあなし。あ、オッケーオッケー。これはていく。いいね。ん？なんだそのあれは。取っていく。いいねいいね。したら。これもこれだけでやれるんで、あとはちゃんと押さえてあげられるかどうか。で相手もいないんですよね、あの中型が。これで終わりで、固めるキャラもいないから、ここキメラを押さえてあげる。8勝ちっすね、これで。はい、勝った。あとはもう白前の魔導しかいないんで、まあ、ここ剣士でチクチクやりながら削りに行って、まあ、トレンドがたどり着くの待って。一生ここに剣士出してあげればいつか取れるんで。はい、ワンパイでいく。次に落城チャンス。ナイス、いいっすね。干渉後はやりたくない、お願いすいません、戻ります。いや、クイーンビーリーダー、クイーンビーレドローかな、わかんないけど、 UFO かな、ちょっとわかんないけど、クイーンビーリーダーちょっと怖いんで戻りますね。フェス予選ガチ狙ってるんで、ちょっとリスクはあんま負いたくないっす。今いくつ ?1610 にちょっとずつ上がってますね。まあまあいい感じに。ただ、ですね、フェスの予選の頃の、トップ10がですね、あれあれあれ、ソロ参考してるのに、順位入ってない。なんでだろう。
なんでだ。あ、今上がったばっかだからか。さっきまで1607で今上がったばっかだから乗ってないのかな。わかんない、多分そんな感じでしょ。まあまあまあ、そんな感じかな。はい、ね、とりあえず今何戦やった？ 4 戦ぐらいやったのかな。 1,2,3,4 反対は2回もしちゃった。はい、まあそんな感じで、ね、動画ね、まあこまめにちょくちょく上げていこうかなと思います。まあ一気に上げても一気に長時間の動画も撮ることは多分あるんですけどね、ちょっとね、もう眠かったから負けるっていう言い訳なんかしたくないんで、ちょっと今日眠いんでここでやめといて、まあ明日ね万全の状態で、本気で目指していけたらいいかなと思います。またね1700目指してやっていこうかなと思います。まあその中でねちょっと早いかもしれないんで、まあ軽くね、まあボックスのなんちゃらかんちゃらは今後そういう動画のコーナー出すんで、今やってる育成どんな感じでやってるのかちょっと軽くね、ですね、最近、つい最近、こいつをやりました。マジで強いです。本当におすすめです。今ヌボボ金バッジも取ったんですけど、こいついるだけで、まあ、砦もまず安泰だし、で他のキャラと添えてあげると状態異常に対しても強いし、砦の圧すごいし、5体もいるし、まあ、キャラによるけどタイマン勝てるし、いやもう何も文句なしですね。まあスライムリーダーとかスケリーダーきついですけど、まあ、いないんでそんなに、うん、いたら引かなくていいですからね。いたら引かなきゃいいね。なるべく引かないようにする。まあ、いて引いたとしても、全く使えないことはないですけど、まあまあ、きついですけど。あとは、今ですね、コロポックルを育成してるんですけど、まあ、こいつは確定枠外でちょっと持っとこうかなと。まあ、支援キャラなんで。でですね、こいつですね、こいつ。おにんこ。もう、攻撃団子フルです。攻撃団子フルで、他はちょっと装備まだガバガバなんですけど、まだメダルも足りないし、まあ、装備ゆっくり作ってます。今、豆まきレベル10作ってる。個人的に、このキャラ、かなり強いと思ってます。これからもね、ステータスフルにして、まあ、環境取れることあるんじゃないかなって。環境取れるっていうか、もういたらもうマジで嫌だみたいな。なんでいんのみたいな。出さないでくれよって思われるぐらい強いんじゃないかなって、ちょっと期待をしています。なので育ててます。でも確定枠にぶっ込むために速攻31日しました。まあ、まだ育ってないんで補欠なんですけどね。間違えた。お前。はい。今後ね、確定枠32も作ります。とりあえずね、確定枠32作るのちょっと時間かかるんで、作る前にボックス紹介軽くさらっとね、他の動画でやって、他の動画の時にやって、で、32確定枠、まあ、いつできるか分かんないですけど、まあ、出来上がったらね、またそれもね、紹介していきたいなと思います。32確定枠は、もう、ガチで、がっつりしっかりとしたものを作りたいなと思います。はい、まあ、そんな感じで、今回もね、見てくれた方ありがとうございました。まあね、対戦終わってからちょっと長めで申し訳なかったんですけど、まあ、そんな感じで、終わろうかと思います。パート3もね、もちろん撮っていくつもりでありますので、またよかったらね見てください。お疲れ様です。